滑舌聞き取れるようになってきた。どうだろう、なんかでもなんかあんまり良くなってないかも滑舌。なんかね、慣れてきたんだけど、もう普通に歯が抜けてて空気が抜けちゃうから、滑舌もこれ以上良くならないかもしれない。調整がなんか順調に進んでいくかな。穴が閉じたらもうちょっと喋れるようになるかな。何のゲームしてましたか。太鼓の達人してました。太鼓の達人ってやってた。でもね、ゲームしてでも眠たくなっちゃってちょびっと寝たから、まあむくんでるかも。顔がちょっとメイク適当にしちまったぜ。涙袋の線絶対描きすぎてるよねこれね。ちょっとね、涙袋ボコボコだよね。ぼかすのがさなくてさ、綿棒あるかな。前の使って綿棒だ。涙袋かきすぎちゃう癖あるんですよ。あっつ、こっちはもともと涙袋あるんですよね。こんばんは。なんだか大人っぽいね。黒着てるからかな。黒着てるからかも。マリアが今日その仰ぎ方静止のラップタイムっぽかった。確かに振りになるね。なんだっけ、あったよね。どんとこか忘れちゃった。なんか声が遠いね。 iPad が遠いのかな。マリアの声が小さいのかもしれん。おいで iPad 近くに。マリアちゃんの最近の趣味は、なんだろう。でもね、ゲームすることが多いかな。結構ゲームするかも。マイクラは一時期 P さんとマネージャーさんとサバイバルの方でしてて、なんかボスみたいなドラゴンみたいなのを倒して終わりました。趣味なんかあるかな。でもね、暇だとマリアすぐ寝ちゃうんですよ。寝るのと食べるの、いや暇だと食べちゃうんです。なんかお腹空いてないのに、なんか暇だしなんか食べようかなっていう気分になって食べて、でお腹いっぱいになって寝ちゃうっていう一番ダメなパターンなんですけど、でも暇だと食べちゃうかも。で、口内炎がね治ってきたから、最近もう普通の食事、まあ、硬すぎるのは食べれないけど普通の食事
してて、今日ももうマジで普通の食事したんですよ。お昼にとろろご飯食べて、おやつにドーナツ2個食べたの、豆乳ココアも飲んだ。で夜におにぎりとなんか厚切りのポテトフライがすっごい美味しそうだなって思ったので、それを食べて、あとなんか限定で出てた美味しそうなバター味のカントリーマムっていうのがあったから、それとこんにゃくゼリーとかも食べて、もう普通のね食事をしてたんですよ。今日調子乗ってドーナツとかも2個食べたりしてたんです。そしたらなんと口内炎が悪化しまして、今日血が出ました。なので明日は口内炎を悪化させない日にしたいと思います。やっぱまだね調子乗りすぎるとダメみたい。昨日のね夜も結構食べちゃって、ちょっとなんか口内炎が傷んだんですよ。昨日はだってシューマイとか食べちゃったからね。なんで明日はちょっとこれ以上悪化させないように気をつけて食事をとりたいと思います。雑炊とかね、雑炊とスープとヨーグルト、でもね久々にねドーナツ食べたんだけどめっちゃ美味しかった、幸せでした。もうねマジこんな炎が治れば多少食べれるものの幅が増えるんですよ。前歯で噛むのが矯正器具が当たって大変だけど、その本当に硬いものじゃなければ食べれるんだけど、まだ口内炎がちょっと治りきれてないから、明日は調子乗らない。明日はマジでもう離乳食みたいなの食べる。揚げ物はこんなになりやすいから避けて。ダメじゃん、今日ドーナツも食べたしポテトフライも食べちゃったよ。だからか、シューマイって胃もたれするんだよ、知ってた？うがい薬で口をゆすぐといいらしいよ。オッケー。うがい薬もらったから口ゆすいどこ。何が食べれるかな。プリンは食べれるんだよね。てか一時期本当にプリンとヨーグルトとスープとアイスの生活してた。同期と一緒にいるんだけど、今村マリアちゃんだったら声だけでも分かる気がするらしい。マジ？イエーイ。マリアでも意外にさ、なんか声特徴あるよね。あんまりなさそうな声じゃない？なんかいい声ではないよね、でもなんかそのいい声とかの方で記憶に残るじゃなくて、なんか変な声の方で記憶に残る感じの声じゃない？
なんかあんまりさ自分の声を聞くことってないじゃないですか。だからこうなんかたまにさツイッターとかでショールームの切り取りの動画とか見るとさ、わ自分ってこんな声なんだってなる。なんかびっくりする。こんなマリアの声って低いんやってなる。めっちゃ低くない？マリアの声。なんかやっぱ声変わりしちゃったんだよね。若干前は多分男の子なんじゃないかって思うんだよね。声変わりするし。したよね、マリア、声変わりね。もっと高かったもんね。低いって思ったことない。マジ？意外となんか低いなって思った。今日も二重幅が天才的すみたいって。なんか最近こっちの二重幅があんまりなんか良くなくて、こっちはねなんかいつもなんかいいんですよ。いい感じの二重幅なんですけど、こっちは寝る時間によって変わるんですよ。最近寝すぎてなんかちょっと腫れぼったいんです。腫れぼったい二重になっちゃってます最近は。ちょっとてか普通にあの今顔がむくんでて全体的に腫れぼったいかも。今度福岡に行きます。おすすめはありますか？あんま福岡観光したことないけど、でやっぱ天神がいろんなものあるしな。なんかあるかな、美味しいご飯とか。でもいっぱいあるからね福岡って。マリアもあんまりさ食べに行く機会がないんだけどさ、でもやっぱり糸島とかなのかな福岡。群馬のおすすめも聞きたいです。群馬のおすすめは焼きまんじゅうです。これはマリアすごい好き。でも今強制してるから多分食べれないんだけども、でも群馬も正午までしかいなかったから、なんて言うんだろう、めちゃめちゃ観光地知ってるわけじゃないんだけれども、焼きまんじゅうとね、あと何が美味しいかな、群馬。なんかある？群馬。うん。あ、もつ煮も美味しいね。もつ煮よく食べてましたよ、ご飯、夜ご飯とかで。どうなんだろう、切り込み。あとうどん、水沢のうどんとかも。こんにゃくですか？こんにゃく確かに。こんにゃくタコなんだ。なんかね、マリア行ったことないんだけど、インスタで見たね、なんかソフトクリームみたいなのが美味しそうだった、群馬の。なんかね、どこだっけな。見たんですよ。インスタで行きたいホルダーに入れてた気がする。目が乾燥あった。めちゃめちゃなんか太いうどんも美味しそうだなって。
って思ったんだよね。これこれ。美味しそうじゃない？あとね、どこだっけな。なんか美味しそうな群馬のソフトクリームがインスタで、あ、これだ。大トロ牛乳。こちらも美味しそうじゃない？こちらも群馬でした。だからね、帰れるようになったらね、行きたいんだけれどもね、群馬のこの美味しそうなところ行きたいんだけれども。で、こんなご飯山盛りのところもあるって、群馬県。すごいね。うん、シャンゴ。シャンゴはマジでうまい。シャンゴっていうパスタ屋さん？パスタだよね、あれね。あそこのシャンゴっていうパスタ屋さんはめっちゃ美味しいです。うん。マリア、この前何食べたんだっけ？ナポリタン食べたんだっけ？すっごい美味しかった。シャンゴのナポリタン。シャンゴ美味しいです。今度から群馬のおすすめ聞かれたらシャンゴって言おう。ほんとシャンゴ好き。なんか何回かしか食べたことないけどめっちゃ美味しかったと思う。思い出ある。なんかね、なんだっけ、特別メニューじゃなくて看板メニュー、なんだっけ、あれなんて言うんだっけ、なんか看板メニューはあのパスタにカツが乗ってるんですよ。グランドメニューかな。それがすごい美味しい。今日本当は群馬ドライブしようかって言ってたんだけど、マリアちゃんのおすすめ聞いてからが良かったから今度行くね。だって、お、楽しんでください。ぜひぜひ群馬を。草津温泉とかもあるしね。いや、でもあんまりね、やっぱお出かけする機会なかったからさ。でも山はよく行ってたよね。あそこは違う、いつ毎年さ行ってたところは泊まりに。うん、あそこは栃木です。栃木だった。春が登って伊香保温泉、あの熊のところ。そう、マリア、本当にあのさ、やっぱさ、正午とかってさ、マリア、自転車で行ける範囲がさ、すべてだったよね。うん、そうだ、昔の写真が出てきたんだよね、いっぱい。やばくない？どんな髪型させられてるって感じじゃない？マジで面白いこの写真。あとはね、これはなんか遊具に捕まってるマリアです。いっぱいあるのよ、こういうのが。
く青春のフラッグのイベントに行った時のマリア、渡り廊下走りたいさんの。これはマリアが大好きなファンタを飲んでいます。でもさ、目とかあんま変わんないよね、なんかみたいな目とか全然変わらんくない？やばい、首が凝る。これとかもう結構もうマリアって感じの顔してる。誰が面影あるかな。これとかももうマリアかな。笑顔がちょっと下手みたい。この寝起きのマリアとかも多分今の寝起きもこんな顔してると思う。これとか笑い方もマリアじゃない？ほら、イニスフリーが映ってる。もうこれ笑い方マリアだわ。昔から結構マリアだね。もう面影がある。パソコンにね、いっぱいあるんですよ、マリアの画像とか、お兄ちゃんとか、昔の画像がいっぱいあって、その中で厳選して送りました、自分の携帯に。ありすぎて多分全部見れてないよね、あれ、しっかりね。痛い、首が。こうやってなるから首が痛くなる。そう、マリア、小さい頃前髪なかったんですよ。3年生ぐらいまで前髪そんななくて、なんか前髪長かったんですよね。めっちゃ中途半端な顔だけど、ほら前髪ないんですよ。だから大人っぽいの。なんか動画とかもありましたよ、マリアが生まれてすぐの動画とかもパソコンに入ってた。マリアが机につかみ立ちしてる動画もあったね。本当に4年生ぐらいから前髪パッツンになったぐらいだよね。3年生のやつは前髪なかった気がする。なんかプリクラかなんか、ちょ見てみよう。やばい、首が痛いかも、取っちゃった。昔のやつ前どっかやっちゃったかも。ママ、うん。なんか一時期さあったよね、小学校の頃の。ここに入ってるかな。パパがさ、すごい嬉しそうな顔してる動画あったよね。マリアがこうやってもう生まれてすぐでなんか送る、なんかタオルにこうくるまれて、多分あれね、一番初めてマリアが生まれたみたいになってる時にパパがなんか嬉しそうな顔してた。でママがすごい細かった。これ絶対違うやつ、違う方のやつ持ってきちゃったわ。懐かしいの出てきたんだけど、やばくない？覚えてる人いる？これ昔マリアがハロウィンでつけたやつ。
なんか懐かしいのできた。これも覚えてるかな、みんな。なんかショールームで作った時計。違う、学校で作ったのかな。これ中学校で作ったんだっけ、小学校で作ったんだっけ。小学校で若干作ってショールームで完成させたのかな。ショールームで作ったのか。懐かしい。でも違う本も持ってきちゃったわ。もう一個の方あったかも。わあ、すごい。私だってさ、ショールームでいろんな作ってたよね。AKB プッチョ全種類入ってるんだ。マリア集めてたんだよね。アキモッチョさんもいる。すごくない？これ前全員分多分持ってる。篠田麻里子さんとか、これさや姉さんかな、さや姉さんとか、ゆうこさん、全員言える自信はないけれど、これ秋元さやかさんかな、宮沢さえさんとか、あ、これまゆゆさんかな。すごいな、懐かしいのできたわ。なんか第2弾でいろんな人が、なんか 2回ぐらいあったよね、こういうプッチョのやつ。あと見てください、マリアが見に行った埼玉スーパーアリーナの HKT のライブです。2014年4月5日、これ見に行ってたんです。見に行ってたの。これのペンライト配られたんですよ。これ2階席でした。2階席の下手、いや上手側だ、上手側のなんかステージ付近の2階席で見てました。ちなみにこれやばい、ほこり舞ってめっちゃ鼻水垂れるわ。あれ、マリア昔の写真とかどこ行っちゃったんだろう。おっくらちゃんこっちかな。なくなったまま。わ、なくなったかわかんない。懐かしいの出てきた。これとかかな。すごい懐かしくない？見てみんな、懐かしいの出てきたよ。めっちゃ懐かしくない？ちょっと埃舞っちゃって鼻水される。マリアこちらです。懐かしい。みんな髪黒いんだけど。懐かしい。やば。やば。これなんだろう。なんかみんなでこう公園終わりに撮った写真も入ってるわ。ちなみにこれもありますよ。こちらにいます。
いも懐かしくない？そうそう、しりとりのやつわ。あいちゃんのペンライト、あいちゃんの卒業声の写真を買ったんですよ。マリア懐かしい。懐かしい。めっちゃ懐かしいね。なんだろう、わあ、めっちゃ懐かしいのができた。これ見せて、見せちゃダメなんかな、見せちゃダメかもな。マリアが初めてティフ出た時になんかサインを書かなきゃいけなかったんですよ、みんな。でもサインマリアその時本当に入ったばっかりでティフ出させていただいたのでサインを持ってなくて、でみんながマリアのサインを考えてくれたっていう、こういういろんな人がサインを考えてくれてたんですよ。で結局マリアはメルちゃんが書いたこのメル作っていうこれをちょっとアレンジしてこれにしたんですよ。やば懐かしい、懐かしい。さしこちゃんが考えてくれたやつもめっちゃ可愛かったんだけど、メルちゃんとのに似てるってなってなくなったんだよな多分。懐かしい、懐かしいの見つけれたわ。でもマリアの昔の写真はずっと消えたままずっと消えたままなんだけど、昔の写真どっか行っちゃったわ。どっかには入ってる、めっちゃ昔のただいま恋愛中とかの公演曲の立ち位置表まで出てきた。見せれないけどこれは。あっこらしょ、あっこらしょ。あっ、愛ちゃんの言うの忘れちゃった。愛ちゃんのペンライトいっぱい持ってるマリア。3つ持ってる、アイちゃんのペンライト。なんか色紙投げたんだっけ、サインの。なんか演出でサインの色紙かなんかを投げたんですよ多分。あ、ティフでしょ。ティフティフ、で昔の前髪ない写真は見つかりませんでした。でも違う掘り出し物がいっぱい見つかりましたね。あ、こっちだ、絶対ここにあるわ。引き出しがありすぎて自分家の家にもういい、引き出しいっぱいありすぎて本当に。わあ、懐かしいのがまた出てきた。やばー、見て、愛ちゃんの生写真がいっぱい。もうほとんど愛ちゃんじゃないかな。ほらもう、あ、さくちゃんもある。さくちゃんもマリアねすごい好きだったんですよ。わっ、なこちゃんみくちゃんだ。このあいちゃんが好きで一番上に置いてましたね。やば、はなちゃんのもある。
ピーさん。わ、葵ちゃん。かわいい。あ、葵ちゃんまたあるよ。まあ、多分葵ちゃんも好きやったんやろうな。ほら。みくちゃんとかもいる。あ、懐かしい。NAB さんが好きだったんですよ、マリア昔。ミルルンさん。と、ミルキーさんの生写真もいっぱい持ってれば。あ、もうここからミルキーさんだわ。懐かしい。めっちゃ昔じゃない？これとか。やば。こう見るとやっぱさ、マリア本当に昔からオタクしとったんやなって。あ、ヨコちゃんさん。マリア、ヨコちゃんさんもすごい好きだったの。好きだったで過去形みたいになっちゃってるけど、今も好きだよ。わあ、マーチュンさんや。マーチュンさんめっちゃ GD やん、マリア。いろんな人の握手会行ってたよね。うん、前本当にマジでいろんな人の握手会行った。あ、七瀬丸さん一番大好き、乃木坂さんの中で。なんか自分のやつはすっごいあの丈夫なケースに入れてんだけど。うわ、懐かしい。これ初めて手伝った時の写真だわ。わあ、これパパの名前が載ってるからあれだけど、あ、隠せばいいのか。パパが記念にマリアの握手会を撮ってくれたやつが残ってますね。うん、今一瞬見せてよ。懐かしい生写真が出てきました。汚い、もう昔のすぎてケースが汚いのよ。これは最近だ、最近のも出てきたよ。ほら、なんかずっとタンが絡んでる。わ、ちょっとマジで今すごい部屋荒れてんだけど、いろんなもの出しすぎて。でまた懐かしいのが出てきた。懐かしいのは出てきたものの、やっぱり自分の昔の写真は見つからん。このファイルめっちゃ大好きなの、マリア。これもう暇の時ずっと見てた。このファイルのみんな可愛くてさ、ずっとこうやって見てた、マリア。ここにはあの卒業式とかにいつもさ出る写真があるんですよ。卒業公演のメンバーと思い出の写真が、そういうやつを持って帰ってきてここに入れてます。これマリア撮ったな。おちゃん、P さんもある。これを持って帰ってここに入れてましたね。一時期は壁に貼ってた。こんな持って帰ってきてたんだ、マリア。わっ、これすごいよね。一番最初の生誕祭見て、すごくない？センスありすぎでしょ、みんな。本当にこれは博多座の写真、あの博多じゃないか、博多か、これ博多座の、これは見たやつですね。 AKB 師匠さんと見に行ったやつですね。あとはなんか、わっ、すごい。虫かごの歌詞カードが出てきた。嬉しかったから、あとずうずうしさも嬉しくて、歌詞カードが残ってますね、ずうずうしさの。
あこれ多分見せちゃダメな感じのやつだと思うから見せれないけど、懐かしい。ズーズーしさのレックするときに、これさっきまではそうなんだけど、ズーズーしさとさっきまでは歌詞カードが出てきた。やば、なんか懐かしい気持ちになった今日ね。勝手に部屋さ自分で荒らしてさ、懐かしい気持ちになりましたよ。でもマリアの昔の写真はなぜか出てこないけれども、うん、初心忘れべからずだよ。だね、あれじゃあマリアのやつどこ行っちゃったんだろうね。わ、もう一回見返そうと思ってた本も見つけたわ。マリアのやつは見つからないけれど、ピンク？もう一個白いカゴがあるじゃん。白いカゴ？どっかの引き出しに前入ってて、うん、まとめて、うん、ちょお手洗い行ってきていい？水飲みすぎて。一瞬お手洗い行ってくるね。ほこりもあってマジ鼻水が止まらない。ここん？それねファンデターが入ってるだけ。うん、一緒に入ってない。うん、入れてない。あ、でもそっか、あれ生誕祭のやつこっちに貼ってるんだわ。ほら敷地があるんだよね。懐かしい、なんか あの JK が。オリンピックの野球で胃を痛めたんですが回復しました。マーさんの歯医者は健康に。あ、よかった。芸人見返したくなってきた。わかる、マリアも芸人見返したい。面白いよね、大好き芸人。もう絶対そこら辺じゃないと思うんだよね。どこにしたんっけ。だって何回か取り出してるもん。そうかね、何回か見たことある。すごい痰が。コント劇のもあるよ、ここに。あ、すごい、このペーターこんなにもらってんの。うん。部屋がちょっと。物が多すぎて見つからないわ。もうこの背景を見たら分かると思うけど、マリアの家物が多すぎるんですよ。あ、それ使いたい、うん、ちゃんと片付けてね。で、これ上上げるだけじゃん。
せいっちゃうよね。なんかさ、そう捨てられないから物が増えていく。どこら辺にあるんだろうね。マリア、このそこら辺にあるイメージだったけどね。断捨離は大の苦手です、マリア。目が乾く。ほこりが舞ったね。めっちゃほこり舞ったね。うん、汚いね、うち。明日大掃除だな。その辺なかった？うん。あそこにあるイメージだったんだ、ここら辺に。でも全部見たんでしょ。そう、いつか使うかもとかさ、いつかこうやってまた見返すかもって思ったらもう一生捨てれん。なおちゃんがもらってきたって。うん、多分どっかから出てくるね。ここにいろんなのが入ってたんだよ。あ、そうなん。なんかいろんな作ったのとかも入ってるね。うん、いや、もう分かんないね。唯一のマリアの数少ないね、写真なのにね、学校の。そう、学校の写真とかいっぱい入ってたのに。学校だけじゃない。どっか行っちゃったよ。うん、洋服とか同じの2個買って2個目は着る前に飽きる。あ、わかる。わかる？ 2 個、同じの2個買ってってこと？間違って？こっちからじゃ。引っ越しねしても断捨離できないんですよ、マリア。全部詰め込んじゃうんですよ。だからなんかさ、あの、衣替えするときに捨てようと思うじゃないですか。でもなんか、うわ、でも LINE、なんか、次の年の冬はなんかこれ着そうやなとか思って。あとママが阻止するしね。うん、ママが本当に捨てさせてくれないんですよ。でもそれ絶対着るとか言って。もう貧乏症だから。だから100均とかでケースいっぱい買ってそこに詰め込むんです。ケースいっぱいであるんだから、マリアンち。でも、うん、でも結構捨てたよね、ケースも。うん、でママが本当にマジで全然あの捨てさせてくれません。でもママがいない時に。ほとんどの原因はママです。何言ってんの？断捨離できないのは。ママがいない時にこっそり捨てるんですよ。そんな捨ててない。もうヨボヨボの靴下とかをしてるけど。でも前よりはうるさくなった。いや、あんまり干渉しなくしたもん。ママのお下がりってある？お下がりはないけど勝手にママの服着たりはする。こう1枚でさ着れる T シャツワンピみたいなのをママがよく着るから、もうそれってマジコンビニ行くときとかってさ、もうバッて着るだけだから楽じゃないですか。それはめちゃめちゃ借りる、ママに内緒で。いや、着てるからわかるよ。着てるのにじゃあ分かんなかったらちょっとママもうダメですよね。借ります。貸してます。ママはマリアの服は着れないけどママの服は着れるもんね。うん、あ、でもちゃんと返すよ。そのパクるとかはない。そのコンビニ行くときに着るだけとか。共有してるね。うん。しかも T シャツワンピって丈長いから足とかも出ないから、なんか日焼けもしないしみたいな感じで、結構
構マリア T シャツワンピ着ること多いかも。今年の夏はそんなばかり、うん、お出かけする機会もそんなないから、ほんとマリア T シャツワンピ3着ぐらいあれば生きていけたかも。めっちゃ目が乾燥する。マリアのフリフリの服をママが着てたら引いちゃう。うん、急にどうしたんだろう、何かあったのかなってなるか。でも共用で着ようってさ買った T シャツワンピもあるよね。勝手にマリアが共用で着ちゃってるだけ。それってもしかして、ママが買ってマリアも着るんだったら一緒に着ようって。うん、じゃあ仮パクじゃないね。コンビニ行ってもう行くとこ決まってて店員さんも同じだから、もう何でもいいかって、実家の安心感芽生える。わかる、なんかマジで寝起き3分とかで行ったりしちゃう。なんか T シャツ羽織って帽子かぶっときゃいいかなみたいな。なんかいっかなみたいになっちゃうかも。今なんてマスクもできちゃうから、マジで本当にコンビニどんな格好でも行けるかも。意外ともしくはパジャマでも行けるかも。全然全然パジャマで行くかも。ママに止められるけど、ママがいなかったら多分まで全然パジャマで行ってるかも。コンビニならマリトッツォ食べれてない。食べたいマリトッツォ、あれ柔らかいからマリアの弱々な歯でも食べれそうじゃない。でも今日ドーナツ2個食べちゃったし、揚げ物も食べちゃったから明日はね。ティラミスとか全然食べれそうだわ。あれ歯がなくてもいけるもんね。てか髪の毛切りに行きたいな。ちょっとなんか長いかも。マーさんの最近のおすすめのコスメ教えてほしい。なんだろう、マーさんの最近のおすすめ。まあじゃあ最近マジで全然コスメ変えてないから、これかな。シピシピっていうところの涙袋にのせるラメが結構可愛くてお気に入りです。マリトッツォ食べたいな。でもあのオレンジピールとかが入ってるのは多分マリアオレンジピールが食べれないので、あの本当に生クリームだけのがいいな。セブン入ったらまずどこ行く？お惣菜とかおにぎりとかお弁当があってるとこかな。そこパーって見て、デザートの場所パーって見て、おにぎりじゃないパンとかの場所パーって見て、そこ振り向いたらアイスの場所もあるからアイスも見て、で最後にお菓子の場所行きます。肉はもう食べれない。うん、ちょっとあの筋がいっぱいのお肉とか食べれないかも。うわ、もう57分じゃん。ノービタイムスタート。もうさ、この滑舌にもさみんな慣れてきてるよね。
あ、ちなみに今日はデートトパーズをつけてるよ。ハヤト、ナオピー、練乳、プリントーさん、ポテちゃん、カズキ、今どき、伊勢ヒューガ、オカピー、ちびまる。やっぱ立ちつてとと差しつてそうが言いづらいんだよね。神崎正和、マンチク、スーちゃん、矢野なでしこ、関さん、ギュリオンに、チカ、ナルトピー、ノリゾー、サヤミルキー、芸人の大好きだったな、あのメイドのネタが好きでお友達と完コピしてました。シンさん、トモハン、ハルベ、ナズちゃん、コウちゃん、ヨッシー、終了。なんか食べたい。マジ最近あの食べれるようになってから食欲がもう旺盛でやばいです。13位、吉弘さん、12位、隼人さん、11位、光美さん、10位、伊勢日向さん、9位、翔ちゃん、8位、野口さん、7位、矢野さん、6位、チャプタソーさん、5位、星虎探検人さん、4位、橋本ちゃん、3位、常敏さん、2位、神崎正和さん、1位、ジミティさん、おめでとうございます。ということで、今はね、なんかね、生クリームがサンドされたフルーツサンドイッチとか食べたい。最近甘いものよくやばいかも。だから甘いもの食べたらしょっぱいもの食べたくなるんですよ。ということで見てくれてありがとうございました。今日はなんか懐かしのものを振り返るみたいな配信になりましたが、楽しかったでしょうか。群馬のおすすめ、最後におさらいしてください。ぜひ群馬に来た際はシャンゴというパスタを食べてみてください。あとはなんかあのインスタで流れてきた大トロ牛乳みたいなアイスがすごい美味しそうだったので、マリアも食べたいです。ということでまた見てね。バイバーイ。わ、カップ焼きそば食べたいわ。じゃあね。